今日はですね、ベストオブユーのギターの奏法解説をします。どうも、バイクのローゼの新鋭です。バイクのローゼと言いながら、このね、ギターを持ってるっていう、まあ変な状況なんですけれども、今日はですね、このバイクのローゼで割といっぱい使ってる、もうテーマソングと言っても過言ではないベストオブユーのですね、ギターの奏法解説をしようと思います。前にですね、ベストオブユーの奏法解説を見たいっていうコメントをいただきまして、まあ他にもね、ベストオブユーをコピーしますって言ってくれる人もいたりとか、あ、そしたらじゃあちょっとやってみようか、奏法解説みたいな。で、サブチャンネルでやろうかなって一瞬思ったんですよ。前にね、バイクに関係しないことは別チャンネルでやるっていう話をしたと思うんですけど、ベストオブに関してはね、まあ、このチャンネルでよく使ってるし、まあいっかっていうことで、はい、こっちでやってます。もしね、興味があったらぜひ見てもらったら嬉しいです。ね、ベストオブユーを持ってないって人もね、多分いるかなと思うんですよ。前にですね、このアルバム作ったんですよ。アップ&ダウンっていう、俺のオリジナルのインスタアルバムなんですけど、こちらを作りまして、ウェブショップの方で CD とダウンロード販売を行っております。でね、ベストオブユーもね、最近単体販売を始めたんですよ。なので、ウェブショップのリンクをですね、概要欄に貼っておきますので、もしよかったらそちらをチェックしてみてください。でですよ、ベストオブユー、ちょっと聞いてみたけど、買うのはちょっとねっていう人もね、いると思います。前にチャンネル登録者数がですね、3000人いった時にですね、ベストオブユーのその前のバージョンってのがあって、そちらをですね、プレゼントさせてもらったことがあるんですよ。無料でダウンロードできるように用意しました。なので、もしよかったらですね、こちら無料版のベストオブユーを聞いてもらって、で、それでもし気に入ったら製品版を買ってもらえると、すごく嬉しいなって思います。で、製品版も無料版も聞いてる内容は基本的には一緒です。これのギターの精度とか、音のこのミックス、バランスとかはね、まあ、もちろん製品版の方はいいんですけど、まあ、無料版は無料版で結構荒々しいので、そういう差もね、楽しんでもらったら嬉しいなって思います。それでは早速、ベストオブユー、奏法解説、行ってみましょう。で、まずね、ベストオブユーのコードなんですけど、基本3つしかないです。ね、何かっていうと G フラットメジャー7で、 A フラットサス4からの A フラットで、 G フラットマイナー7かです。で、最後のサビに、D フラットがちょっとあるのと、イントロが若干違うぐらい。イントロなんですけども、5弦9フレットのこの形ですね。C の開放に近いんですけど、こっちのこういう形に近いんですけど、これを上まで持ってきて、でメジャーセブンなんで、この中指を抜くと、この響きです。で、次 A フラットサス4はこう、ここ抜いて、で次 B フラットマイナー7なんですけども、ここイントロの部分だけちょっと違って、この音じゃなくてこっちで、この時にですね、ちゃんと CD 通りに弾くのであれば、最初に1弦を鳴らさない、でこの後のアルペジオで、はい、こうやって鳴らしていきます。するとすごくぽくなります。で、この先はですね、1回目は一緒で、次の A フラットサス 4A は上がります。で、13フレットの Bm7、 ここの13の音が入りますねっていう感じ。メインのリフはここの最初の形とほぼ一緒なんですけど、この3音弾いてて、リズムは A フラットサス4からそのサス4を抜いて A に、で次は B フラットマイナー7なんですけれども、分かりやすいようにすると、この動きをですね、コードに加えてます。基本的にはね、もうコードが4度、5度、6度って上がっている感じなんで、まあ、その中でちょっと動きを加えたりステイしたりっていう感じで遊んでる感じです。はい、そしたらメロディーですね。基本的にはですね、もうマイナースケールの中で動いてます。
で、この中で1弦の8フレットをハーフチョーキングで、2弦の9フレットをで、2弦の7、6で、また9で、また同じですね。で、次はですね、2弦の14まで上がります。こっちに行った方が楽なんですけど、単純にあのスライドのニュアンスを入れたかったっていう。はい、みたいな感じですね。はい、そしたら次のセクションですね。静かになるところがあるんですけれども、2弦9フレットをチョーキング間違った2弦の9フレットをチョーキングして、14じゃなかった、12フレットをタップします。そのまま14にスライドしてプルで、チョーキングダウンしながらこっちにプルして、次スライドしながら16フレットかまで行って、まあ、チョーキングした後に、19、21を同じようにすると。ちょっとね、あの、めんどくさいけど、慣れれば簡単です。こんな感じ。で、次はですね、2弦の14フレットを目指して、スライドしていって、1弦16フレットをチョーキング。で、14、13いって、14、16。で、2フレットの14フレット。次また、ここなんだ ?18 フレットか。18フレットまでいって、こんな感じです。で、今度はですね、メロに戻るんですけど、メロのちょうど中間地点に一つだけ変えてるポイントがあるんで、そこを解説します。メロの流れで言ったら、ここです。ここチョーキングして、次16フレットをタップして、下げながら振るっていう。みたいな感じです。じゃあ次はね、左右に振ってるソロのとこかな。ね、まず1回目はこのコードを2発ぐらい鳴らしてくださいっていう感じで、次は単音のカッティングです。4弦の6、8か、まあ、よくあるですね、あの7度からルートに向かっての、カッティングみたいな感じで、その後はですね、ちょっとここの2、3弦の6フレットをね、微妙になんかクォーターぐらいのチョーキング、ニュアンスとして上げるぐらいの感じで弾いてあげます。それその後は2、3弦の6、8、9か、っていう感じで弾いてあげてます。まあ、正確に言うとね、ここの音マイナースケールには入ってないんですけども、なんかあの響きがいいなと思って使ってます。理論的には知らないです。はい、そう、あのね、全然関係ないですけど、俺理論とか分かんないんですよ。なんて言うんだろうな、なんか勉強したよ、ちょっとしたけど、なんか分かんないからもう感覚でやってます。でもそろそろ勉強しなきゃやばいなと思ってきてる今日この頃です。はい、話はそれました。はい、次2発目のところですね。そうだ、これはね、またさっきのチョーキングからのタッピングかっていう感じなんですけれども、まず2弦の9フレットをチョーキングします。で、12をタップで、その14にスライドしてプルで、マイナーペンタの形、こっちのね、9フレット8フレット側の2個上だから11フレットら辺をもうタップする感じです。はい、じゃあ3つ目なんですけども、こちらも本当に定番の形、ロックでは。
ていうスケールなんですけど、スケールじゃないフレーズなんですけれども、2弦の9フレットをまずチョーキングします。で、その後、こうもペンタの形ですよね。1弦の、タワっていうもう本当にもうペンタトニックのよくある形ですね。でその後9フレットから11フレットスライドで戻してフル、こっち2弦に戻ってきてまた同じようにっていう感じです。はい、じゃあ最後ですね、さっきのね静かなところのソロと一緒ですね。まず18まで狙ってスライドして、で1弦次はですね上昇フレーズなんですけども、これはですねライブとかではちょっと再現無理なんでそのまま上に上がっていってるんですけど、音源では重ねていってます。で一番最初は7度からルートを狙った単音のカッティング、で次は2度から3度、まあマイナー3度か正確には、で次は4度から5度、で次は最後のソロに行くためのつなぎのフレーズなんですけれども、これはね2弦の9フレットは捨て、で1弦だけ8フレットミスった8フレット9フレットで11で8に戻る感じですね。こんな感じです。ただねライブじゃねもうほとんど弾いてないです俺、無理なんで、なんかねなんかこの辺に逃げてます。で次のソロでこっち行くみたいな、なんかはいそんな感じでやってます。さあ最後のですねサビ前のギターソロなんですけど、ここはねワウを踏んでます。こういうやつ、こういう中のワウワウっていう感じの音を出せるワウっていう機材なんですけど、はいまあまあ知ってるか知ってますよね。そこを踏んでます。でここのフレーズなんですけど、正直ねそんなに覚えてないっていうか、前半覚えてるんですけど、あの早いとこで結構勢いでガーってやってて、だからなんとなくこんな感じで弾いてるよっていうのを解説します。でワンを踏むコツなんですけども、チョーキングしながら踏み込むみたいな、例えばこういうワンツースリーフォーみたいな感じで踏んでるわけじゃなくて、フレーズの頭で弾いてる感じ、あワンを踏んでる感じみたいな感じです。はい、じゃあフレーズなんですけれども、1弦の16フレットチョーキングします。でもう一回で、もうこの動き B フラットマイナースケールの動きですね。で14フレットで16フレットのチョーキングで、またチョーキングした後に1弦の16加える感じですね。でワウもこんな感じで踏んであげるといい感じのニュアンスが出ます。はい、で次がですね、あの問題の俺が覚えてないところなんですけども、基本的にはねもう早弾きで、あの勢い重視って思ってもらえればいいです。なんとなくのフレーズ覚えてるんですけど、どうあったかな、みたいな感じです。なんとなく解説すると、ここはねちゃんとしたふわりを決めてなくて、勢いでブワーっといった後にたまにこっちの音を混ぜつつ、でこっちに下がって、ここはねほんと基本的に B フラットマイナーのスケールをなぞって回って、でその後は B フラットマイナーの形をスイープですね、なんですけど俺スイープは実はね全然できなくて
なんかね、ワウをかけてこういうスイープでちょっとごまかしてる感じ。ここはとにかく弾ける弾けないんじゃなくて、勢いでブワーっていった後にまた綺麗なメロディーに戻るみたいな、なんかそういう感じなんですよ。ここはもうふわりとかそういうの気にせずにブワーっと弾いて、なんていうか、ケツが合えば、帳尻合えば OK みたいな、そんな感じ。双方解説です、これは。そんな感じです。だからバーっていくと、です。で、じゃあ後半のここなんですけど、3弦のこれは13か13、2弦の14、1弦の16を弾きます。で、1フレットが2フレットアップして、16フレットが2弦の弾いて、最後はここは21フレットか。これでソロは終わりです。はい。で、最後はメロディーにも行くんですけれども、ここはですね、また途中にいやらしいことにフレーズを追加しております。基本的なメロディーは変わらないんですけども、こういって、ここですね、ここに間にっていう速いフレーズを入れています。これを解説すると、音符に直すと6連符を分解してっていう感じ。最初はね、1弦の11フレット、9フレット、8フレットを、6連符で弾きます。で、次はですね、2弦の11、9、7、6もう全部こんな感じです。はい。で、次はですね、3弦の8、6、5か、ここも同じように7連符ですね。っていう感じ で最後は4弦の6フレットに、こっちの感じですね。で、これね、フレーズのコツがあって、このピッキングをする瞬間を頭でカンカンカンって合わせていけばうまくはまります。でね、ぶっちゃけ言うと、その途中は雑で OK。 もうここもね、勢いなんで、タンタンタンってハマればね、もうそれで OK です。はい、そんな感じのフレーズ作ってます。で、次はですね、最後に上がるとこですね。ここの部分だけ D フラットになってるんですけども、コードがちょっと明るくなってタカ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 って上昇していく感じになってるじゃないですか。ここだけ、はい、雰囲気を変えてるんですけども、フレーズ的には何も変わらないです。で、一番最後、基本的にはね、フレーズとしては1オクターブ上げただけです。で、その途中にペンタトニックのフレーズを挟んでいます。これもね、ほんとペンタトニックでよく使うフレーズなんですけども、ハイポチって弾きにくいよね、レスポール。指がね、こんなになるんですよ、弾きづらっていうゆっくり弾いていくと、チョーキングした後下がって、で、こっち3弦のこのフレーズ弾いて、ここをハーフチョーキングです。フラット5の音を入れつつ、また下げて4弦のに落ち着く感じ。はい。で、最後ですね、こっちに行ってハーフチョーキングしてます。で、最後こんな感じです。あ、ピックアップはね、フロントにした方が気持ちいいと思います。忘れてましたベストオブの双方解説いかがでしたでしょうか。まあ、こんな感じでね、ギター弾いてたんですよ。あ、弾いてるんですよ。でね、今回ね、初めてこういう双方解説っていうのをやってみたんですけど、難しいっすね。
でもね、面白かった。なんかね、すごく新鮮な気持ちでやったんで良かったなって思います。すごくね、楽しかった。もしね、ギターが好きでコピーしたいなって思う人がいたら、ぜひ今日の参考になるかは分かんないですけど、まあフレーズとか見やすいと思うので、こちらでぜひコピーしてみてください。で、それ以外の人は、あ、こんな風に弾いてるんだねって思ってくれたら、はい、すごく嬉しいなって思います。でですね、こちら CD を販売しておりますので、もしよかったらこちらの CD もしくはですね、ダウンロード版をですね、ハモを買ってもらえたらものすごく嬉しいです。はい、チャンネル登録者数3000人達成した時にですね、お配りした無料版っていうのもありますので、もしよかったらそちらもチェックしてみてください。はい、概要欄に全部リンク貼ってますので、ぜひよろしくお願いします。はい、今日はそんな感じです。もしですね、このベストオブユーの総合解説がいいと思ってくれたら、グッドボタン、そしてですね、チャンネル登録をしていない方はチャンネル登録をして、動画がアップされると通知いくになる通知ボタンを押してもらえたらすごく嬉しいです。ここまでご視聴いただきありがとうございました。バイクの動画の深夜でした。それでは。